はい、どうもありがとうございました。阿波踊り新水連でございました。阿波踊り、今日初めてじっくり見たという方いらっしゃいますでしょうか。はい、若干前の方嘘ついてる方いらっしゃいますけど、ちょっと阿波踊り関係者は何人かいます。結構ね、阿波踊りをじっくり見るっていう方はなかなか、ね、関東だといらっしゃらないんですね。意外と東京では高円寺ですとか、隣の駅大塚でも毎年阿波踊りを開催しているんですけれども、じっくり見るっていうのはあんまりないかなと。で、阿波踊りなんですけど、本来は流し踊りといって、道をどんどん流していく踊りが一般的で、今日ご覧いただいたのは組踊りと言われる踊りになります。舞台で皆さんにお見せするということを目的に踊りを構成して皆さんにお見せするということで、どちらかといえば自分たちが楽しむというよりも皆様にお見せするというような形でどんどん発展してきた阿波踊りの踊り方になります。ですので本来盆踊りなんですけれども、ちょっとお見せするというこのエンターテインメントの方が強くなっている踊り方になります。で皆さん、阿波踊りというと本番徳島で踊るアホに見るアホ、なんか聞いたことありますね。同じアホなら、はい、踊らなそもそも、そうですね、皆さんよくご存知ですね。阿波踊り見たことなくてもなんとなくこのフレーズは聞いたことあるという方はいらっしゃると思うんですが、踊らなそもそもということで皆さんと一緒に踊りたいと思いますが、いかがでしょうか。ちょっと簡単に踊り方をお伝えしてからですね、踊りたいと思いますので、皆さんちょっと真似をしながら踊りをぜひチャレンジしてみてください。はい、で、今から阿波踊りの踊り方をお伝えするんですけれども、踊り方は何でも構わないです。もう徳島では手を挙げて足を運べば阿波踊りと言われるぐらい、もうどんな踊り方をしても阿波踊りになってしまう。今は音に合わせて踊るだけで阿波踊りになってしまいますので、ぜひ音に合わせて自由に踊ってみてください。カチャシでも全然大丈夫ですよ、ね、はい、で大丈夫ですか。はい、皆さんご準備がよろしいでしょうか。で、遠慮せずに同じアホですから、で同じアホなら踊らなそうそうなので、ぜひ踊ってアホになっていただければと思います。じゃあ簡単にちょっと踊り方をお伝えしますので、ちょっと邪魔ですかね。はい、踊りの方が、はい、はい、はい、じゃあ行きます。踊り方お伝えしちゃいます。大丈夫ですか、皆さんご準備よろしいですか。はい、では、手を大きく、まずバンザーイで上に上げていただきます。はい、はい、バンザーイ、バンザーイでも手のひらを前に出さないでいただいて、横にしていただいて、はい、で、そのまま膝を曲げます。膝を曲げて腰を落とします。うー、ちょっと膝の悪い方はちょっと辛いかもしれないんで、立ったままでも結構ですけど、ちょっと新水連の男踊り、ちょっと膝高いですね、腰高いですよね、ちょっと腰高いんじゃないですか。はい、大丈夫ですか。そしたら まだ高いという、ちょっと、はい、大丈夫ですか。はい、もうさらにちょっとお客さんからもう少しというオーダーがなってます。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあこのまま30分ぐらい我慢していただいて冗談です冗談です。で、そのまま右手と右足が同時に前に出ます。阿波踊り、右手と右足が同時に前に出ます。で、引っ込める。今度左手と左足が前に出ます。で、引っ込める。ここ右手と右足前、引っ込める。はい、左手と左足前、引っ込める。この繰り返しが阿波踊りなんですね。もうお伝えすること終わりました終わっちゃいました。はい、ちなみにですね、男性はグーを作っていただいて、はい、女性はパーを作っていただいて、はい、で、右左に寄せると、はい、勝ち足になります。その踊り方でも全然構わないです。今日ね、いろんなこう北から南まで全ての踊りが合わさると、コラボするというイベントですので、ぜひいろんな踊り方で、もう好きな踊り方で踊っていただければね、阿波踊りでこう踊れるというのもなかなかないと思いますので、
いろいろな踊り方で踊ってみていただければと思います。あともう一つ、すいません、大切なことを言い忘れました。あの掛け声があります。あのやっとさーという掛け声がかかりましたら、皆さんでやっとやっとと、お腹の奥の方から大きな声で出していただければと思うんですが、練習してみましょうか。でこれだけ大きなこう皆さん、まあ、多くの方が集まっていただいているので、相当大きな声が出るかなと期待しているんですけれども、大丈夫ですか、皆さん準備いいですか。じゃあ練習してみましょうか。はい、やっとさー、ありがとうございますね。これだけ大きな声が出せるというので、もうありがたいですね。じゃあ早速ですけれども、音に乗せて阿波踊り踊ってみたいと思います。で盆踊りですので、ぐる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 回っていただいて、こう円を描いていただいて、あともう一つですね、あの楽器もぜひ体験したいという方いらっしゃいますよ。あの一つ鐘が余ってるそうなんですけど、あやるやるという方で、あの鐘が余ってる、やってみたい、あやりたい、じゃあ、はい、あのちなみにですね、阿波踊りの鳴り物は鐘が指揮者です。鐘が指揮者なので、その指揮者がどういう鳴らし方をするかによって音が綺麗に鳴らせるか鳴らせないかが決まってくるので、ちょっとぜひ聞いてみましょうか。ちょっと練習してみますか。はい、これぶつけ本番でちょっとやってみましょうか。はい、じゃあお願いします。なんとなく